新潟市南区白根総合公園付近国道460号は、新潟県柴田市と同県柏崎市とを結ぶ一般国道である。柴田市から阿賀野市と新潟市中心部のベッドタウン各市、行政区を大きく取り巻くように結ぶ新潟都市圏の外環乗船として機能している。1993年に県道から昇格した。 国道指定にあたっては前日の新潟都市圏の幹線道路という背景に加え、当時西館原群間町で東北電力が計画を進めていた巻、原子力発電所へのアクセス道路として整備する目的も含まれていた。国道指定当初、旧道区間がそのまま指定されたため、現在も阿賀の市水原地区、新潟市秋葉区新津地区、南区白根地区、西館区間地区の 各中心部などには、市街地を経由する狭いな旧道区間が残っており、車種によっては、迂回を強いられる区間も少なくない。国道指定後、管理者である新潟県は、各所のバイパス化に順次着手し、各所で建設事業が進められている。なお、新潟市内の区間は2007年4月1日に、同市が、政令指定都市へ移行したのに伴い、県から市に移管されている。 新潟市秋葉区新津地区内の区間については、市街地北側を迂回する新津東バイパスが2001年に開通した。また、新津地区西部から南区白根地区にかけての区間では、品野川に架か,かる薄い橋と、東京に沈めの薄水から古川に至る薄いバイパスの建設事業が1985年から進められ、新橋梁の掛け替えを行う薄い橋が最後まで残されたが、 2015年10月に竣工開通し、全通した。加えて、白根地区ではこのほか中心部の美野口交差点日の出町交差点間のバイパス道路が1990年代以末に全通している。さらに、西館区間地区内の区間は、市街地南側を経由する、牧南バイパスの整備が1974年から進められており、牧片東 IC、河井 赤澤牧港和紙の期間、福井後、毛浜間はすでに開通済み。現状では、牧南バイパスの残余区間の内福井地区の整備が進行中である、秋枠西部に整備が予定されている、お号バイパスは未だ計画段階である、全区間開通済み計画中2015年10月12日に、薄井橋の新橋梁が完成し全通、今井交差点周辺のクランク解消と集落内の、 協愛区間の迂回、歩道整備などを目的に整備。2011年度に完成。阿賀野市と新潟市秋葉区の間、阿賀野川に架か,かる阿賀浦橋は、延長942.4メートルの橋町を有し、新潟県、新潟市が管理する国道、県道の中では最も長い橋梁である。国道400日港との重複区間を除く、括弧内は、牧南、バイパス。 河合交差点は市の気交差点間の接続箇所。五カ浜交差点以南の接続道路については、国道402号、主な接続路線を参照 ABCDEF2015 年4月1日。現在、ハット ABCDEF、表26一般国道の路線別、都道府県別道路現況。道路統計年報2016、国土交通省道路局。 P26、2017年5月6日閲覧、道路区域の変更、新潟県法、号外1号、P2 西部地域土木事務所建設課、国道460号薄井橋、新潟市公式ホームページ、新潟市、2016年10月19日閲覧、ありがとうございます。